こんにちは。エクシアっていう会社。私もね、当然知ってるんですよ。もう何年も前に聞いて勧誘も受けたんですよね。ただ私はまあ参加しませんでした。まあエクシアって、なんか聞いたところによると、お金が儲かるということだったんですよね。 でもそこによってビジネスのスキルが身につくわけじゃないし、そのビジネスで重要な人間関係が強くなるわけでもないし、ただ儲かった人がわーわー言って勝ち組になったね。そんな、ああ、いい気になるだけの団体だというふうに当時は捉えたんで、まあこれは確かにお金増えるかもしれないけども、 ま、自分の目指す方向じゃないなと思ったんですよ。まあ、私の場合はね、えー、FX にしても、暗号通貨にしても、それから情報発信、YouTube にしてもですね。まあ、何がしかの自分が、こう、スキルアップするものとか、成長進化するものに対して、取り組むのにはもう、結果的にマイナスになっても、お金失っても、それはね、あの、十分意義があると思うんですけども、とにかく仕組みはよくわかんないけど、儲かるとかね。 自分のお金を誰かが勝手に増やしてくるみたいなのに、そんなに魅力感じないんですよね。で、結局これ、はしご外されたら終わりじゃないですか。それから、なんで利益が出てるのかってことか、確かめようもないし、わからないでしょで、その中で、 あの、エクシアっていうのは、最初からポンジスキームなんだったんだとかね、詐欺なんだっていうふうに、まあそういうふうなことを言う人もいるし、思ってる人もいると思うんですが、じゃあそれをどうしてそういうのな判断したのかっていうのは、その人説明もできないし、ロジックもわかんないわけですよ。で、ポンジスキームだかなんだかっていうのは、組織の内部で本当にお金をね、右から左、運用してる人しかわからないわけですよね。だからとてもじゃないけども、エクシア儲かりそうだからっていうので、お金をそこに、ね、 お支払いしちゃった方は確かめようがないんですよ。増えてるときは文句言わずに、なんか、雲行きが怪しくなったらいきなりね、敵に回るみたいな、まあそういう神経とか根性をしてる限りは、お金に振り回されてるんではないかなと思うんですよ。で、そのエクシアっていう会社が、詐欺なのかポンジースキウムなのか、私は判断する材料がないし、そもそも参加してないんでね。あの、まあ、いろんな、あの、お問い合わせいただくんですけども、そのために、 それは答えようがないし、参加してるあなたの方が詳しいでしょうとというか、なんでそれをわからずに参加したんですかっていうふうな、結局ね、説教じみた話になるんですよ。うん、だから人のビジネスに乗っかるにしても、誰かにお金を増やしてもらうにしても、それは自分がそこに実際にお金を払う前に、リサーチすることはたくさんあったでしょって。そうじゃなかったら、超反爆地に乗っただけですよ、と。 儲かる時もあれば儲からない時もある。だからほどほどに撤退すれば、まあそこで自分だけは勝つことができるわけですよ。で、そもそも、エクシャっていう会社にしても、単なる中小企業で、あの、グーグルや YouTube や Apple みたいな大会社じゃないわけですよ。となると、別にいつの間にかね、業績悪くなって潰れるとかね、社内の紛争で会社が解体するとか、全然これ想像できるわけなんですよね。もうだからこそ危なっかしい。 というふうに、エクシアに対して限らず、ご自身が勤めてる今ね、サラリーマンしてる会社だって、安泰じゃないでしょ安心じゃないでしょだから副収入が欲しかったわけでしょっていうことはね、エクシアっていう会社がなんでね、永遠に自分に対してそんなにね、都合よくお金を運んでくれるっていうふうに思ったのかっていう、そこの方が不思議で、短期的に、じゃあエクシアで100万円儲けようかなと思ったら、100万円儲かったら辞めるって選択が正解なんですよ。 で、100万円儲かったから儲かった100万円も足して、じゃあ300万今度入れようかなとかね、500万入れようかなっていう風にエスカレートしてくるから、いざという時に肝が冷えるわけでしょうん、だからそういう意味でね、ビジネス的な成長とか、信頼とか信頼関係とかってものがまだ全然扱い切れてないんで、うん、だこれを機会にね、か本当に自分の身一つで稼ぐ力を身につけたらいいと思うんですよ。うん、だからエクシアに参加して、 え、お金が増えてるからってね。なんか、楽勝みたいな顔をしてね。久保さん、なんか、こんなんありますよ。とか言ってね。勧めてくれた方は何名かいるんですけども、それずいぶん前に俺知ってるよ。みたいな。そもそもそっかじくんね。直近の熟成がそれを見つけて、熱心に勧めてきたけど、それでも参加しなかったんだよってことなんですよ。<laughs> だから、この関係の濃い人がね。進めてきてもやらなかった、そのエクシャに。じゃあなんでそれ以上の関係じゃない人が勧めてきてね。 で、えー、私に一番最初に進めてきたその弟子っていうのはものすごい緻密でしたよ。うん。で、将来的な展望とかもね、お話しくださったり。まあ私もその時断る理由は見つからなかったんですよ。断る理由は見つからなかったけども、うん、確実にその時ね、思ったのが、あの、FX でお金を増やすっていうふうに当時聞いたんですよ。で、私は FX を裁量でやってたんですよね。まあその中で、 あの、エクシアってものに参加しているっていうことが、私がね、バレたら、私の FX の実績はエクシアで儲かったものだっていうふうに、一緒くたにされかねないから、むしろエクシアっていうものが FX でお金を増やしてるらしいけども、それを断ってでも私は最良に挑戦してるんだっていう姿を見せることによってね、将来 FX で勝てるようになった時に、そっちの信頼度っていうのは強くなるんじゃないかなと思ったし、そうなったらもう、 エクシアにそもそも依存する必要がないんで、私は FX を必ず攻略するというね、えー、強い誓いと意志のもと、エクシアの入会を断ったってことなんですよね。まあ、それが当時、なんとか絞り出した理由でした。はい。それでですね、エクシアなんですけども、あの、どうなってるのか私はわかりませんし、そもそもあまり興味がないと。<laughs> そういうふうな、なんかね、今ではエクシアってのは FX 以外にもいろいろやってるんだと思いますけども、 まあ、よその会社がやってることって感じなんですよ。まあ私はいつも自分の手で稼ぐってことに挑戦してるんで、どっかの稼いだ人に相乗りして、結果的に私が儲かりましたみたいなのをやろうとしてるってことはないんですよね。それはこれからも変わんないですね。うん、以上ですね。はい。じゃあエクシアが詐欺なのかポンチなのか、それはあなたの判断次第ということでございました。私は知りません。